こんにちは、翔吾です。ハロー、三崎直だよ。ねえ、これから通常スタンプかアニメーションスタンプどっちを作ろうか迷ってるんだよね。どっちがいいかな？ちょっと待ってください。ラインスタンプの種類はそれだけではありません。そうなの？そこで今回は個人で作れる7種類のラインスタンプをご紹介したいと思います。まず一つ目のラインスタンプの種類は、個人でスタンプが作れるようになった当初から、あった通常スタンプです。一枚の静止画のみでできてるスタンプだね。ラインスタンプと聞いたら真っ先に思い浮かべる人が多いんじゃないかな。おそらくそうだと思います。そして現在販売中のラインスタンプの中でも、最も数が多いと言えますね。それだとスタンプの数が多い分、売り上げの競争率が高そうだね。それは一理ありますね。しかし通常スタンプはラインスタンプの中で作業が少なく、初心者向きとなっています。ただ弱点として他のスタンプよりも、売り上げ利益が少ないという部分もありますが。通常スタンプの詳しい売り上げ利益については、過去動画の初心者が知らない厳しい現実母性を、概要欄のリンクからチェックしてみてね。さて二つ目のラインスタンプの種類は、動きが加わったアニメーションスタンプです。動くスタンプって言ってる人もいるね。そうですね。アニメーションスタンプは静止画のみの通常スタンプと違って、動きがあるため文字や一枚絵じゃ表現できなかった気持ちやアクションが伝えられます。アニメーションスタンプが作れるようになった当時は、すごく画期的だと思いましたね。でもさ、アニメーションスタンプって素人が作るのは結構難しくない？いいえ、そんなことありません。ただ保存時にエイピングという拡張子がついているソフトが必須になるもののフリーソフトに入っていることもあります。有料ソフトであれば、セルシスのクリスタが個人的におすすめです。どうしてクリスタなの？クリスタであればこのソフトのみで作画、スタンプに適したサイズと解像度の、アニメーション作成まで全ての作業をクリスタだけで完結できます。確かにフリーソフトだと一つのソフトでできることが限られてるもんね。それにクリスタは有料ソフトの中でも比較的に安価な方だと思います。もしもクリスタでアニメーションスタンプをどうやって作ればいいかわからないという人は、過去動画のクリスタでのアニメーションスタンプの作り方を概要欄のリンクから見てみてね。三つ目のラインスタンプの種類は、自由に文字や名前が入れられるカスタムスタンプです。カンタムロボスタンプ？クレヨンしんちゃんか、カスタムスタンプです。従来のラインスタンプではすでに指定の文字が入っているかあえて文字を入れず絵や写真、アニメーションのみの構成でした。だけどカスタムスタンプは入れたい文字が購入者側で自由に変えられるってことだね。そうですね。カスタムスタンプの登場でラインスタンプの自由度が上がった気がします。以前は名前スタンプって言ってよくあるニックネームや名字に限定したスタンプが定期的にあったね。カスタムスタンプはそういったスタンプの代わりに名前とかニックネームを入れるのに良さそう。ただ申し訳ないんですが、私はまだカスタムスタンプを作ったことがありません。なので調査情報のみとなりますが、カスタム要素はスタンプ画像が完成してから申請時にクリエイターズマーケットで文字の位置やフォントなどを設定するそうです。ということはスタンプ画像を作るときは事前にテキストを入れるスペースを確保した方が良いのかもしれないね。さて4つ目のラインスタンプの種類はメッセージスタンプです。メッセージスタンプはその名の通り、スタンプ内にあるメッセージ内容を購入者側が自由に設定して送信することができます。あれ？それってさっきのカンタムスタンプの仕様に似てない？カスタムスタンプです。でも確かにそうですね。公式サイトの紹介画像の違いといえば、吹き出しがあるかないかだけだったので、強いて言えばカスタムは入れる文字は自由で、メッセージは気持ちを伝えるのに特化したものって感じです。解釈が間違ってたらごめんなさい。続いて5つ目のラインスタンプの種類はビッグスタンプです。ビッグスタンプはその名の通り、他のスタンプより縦長で一番大きな画像です。このスタンプは静止画なんだね。そうですね。なので画像サイズが通常スタンプと異なるだけで、あとは全く同じ作り方です。それなのに販売価格は通常スタンプより高いです。ということは初心者さんがスタンプ作るならビッグスタンプの方が儲かりそうだね。あんまり儲けることだけに特化するとほぼ売れない場合もありますよ。
気を取り直して6つ目のラインスタンプの種類は、ポップアップスタンプです。ポップアップスタンプって何？ポップアップスタンプの特徴は一旦、トークルームに表示された静止画が、一瞬でスマホやタブレットの画面いっぱいに、アニメーションが表示されるスタンプのことです。なので作るときは静止画像とアニメーションスタンプの画像と2種類必要です。もしかするとアニメーションスタンプよりも、ちょっと手間がかかるかもしれません。ハマってことはカスタムスタンプと同じく、ショードはまだ作ったことないんだね。すみません、いつかは試しに作ると思います。ラスト7つ目のラインスタンプの種類は、エフェクトスタンプです。エフェクトって背景とかにあるキラキラや集中線ってことかな？そうですね。こういったエフェクトがさっき言ったポップアップスタンプと、同じ仕組みで画面いっぱいに広がります。じゃあスタンプ作成初心者さんには、少しハードルが高いかもしれないね。そうかもしれませんが、個人的には最初に通常スタンプとアニメーションスタンプの、作り方さえマスターできれば慣れで作れるようになると感じています。さ、楽観的。それにこんなにも種類があるとどれを作ったらいいか迷っちゃうよ。わかりました。それでは最後にどのスタンプを作ろうか迷う場合の対処法について話します。そんな時はスタンプのテーマや使うタイミングを考えてみましょう。それによって静止画がいいのかアニメーションの方がユーザーに伝わりやすいか、結構変わってくると思います。確かに買ってくれる人にどんな風にスタンプを使ってほしいのか伝わってないと、案外買ってくれないんだよね。これが、これについてはもう少し詳しく、過去動画の売れない原因を線で解説しました。それでもスタンプのアイディアに詰まったら、使いやすいラインスタンプ5000という動画がおすすめです。これらの動画は概要欄にリンクがあるよ。よかったら後でチェックしてみてね。さて今回は以上です。もしこの動画が少しでも参考になったら、最後にグッドボタンを押してくれると嬉しいな。このチャンネルは毎週金曜日の18時に、イラストのメイキングやラインスタンプの、作り方や情報について発信しています。何かご意見やご感想、指摘などがありましたらコメントお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。よければ、評価、チャンネル登録よろしくお願いします。